えー、もう,もう本当に最近の新聞見て慰安婦、東海、河野談話もうこんなんばっかですよ、次、野談話河、はい、野談話の裏付けがないということで石原元副長官が国会で証言をしました。 こ,れほらこの話、以前から産経新聞のスクープで、ねえー、話題になってましたけども朝日新聞以下それあの産経以外の、ね、大手は追従してないんですよ、これ本来であれば全国紙全部に載るべきあのスクープ記事だったんですけど産経新聞だけが、ね、産経新聞のスクープ記事であのそれ以外どこも追従しなかっただから本来であればスクープになるものがスクープにならなかったわけだから追従して初めてスクープですからね。 誰も追従しなかったいや要するに都合が悪いから追従しなかっただけですよねえところがこの石原元副長官が国会で証言をしましたからこれは隠し書か,かざるを得なかったということで産経新聞はじめ全部記事にしてましたよざまあ見やがれということですよねえよく国会証言に、ね、持っていきましたよねそれが素晴らしいと思います韓国,と韓国とすり合わせ行われたと推定ということですはい読んでいきましょう。 石原信夫元官房副長官は20日の衆院予算委員会に参考人として出席し慰安婦募集の強制性を認めた平成5年の河野洋平官房長官談話について韓国での元慰安婦16人の聞き取り調査に基づいて作成したが裏付け調査をしなかったことを明らかにした当時の事務方のトップとして作成過程を初めて公の場で証言したはいちなみに、えー、事務方の官房副長官 これはですねなんか官房長官ちょうとすごそうじゃないですか、ねえー、総理の,あの女房役みたいに言われてます政府の顔ですよね、それに対して官房副長官というと、ね、あんまりじゃあ今の官房副長官誰ですかって言われてもちょっと顔ぶれが浮かばないぐらいそのぐらいちょっと地味な。 ふうに聞こえますよねところであの官房副長官って3人いまして2人が政務担当で政治家がなりますでもう1人は事務担当で官僚がなるんですよでこの石原信夫元官房副長官というのは事務方の官房副長官なんですけどもまた、さらに、ね、事務方の官房副長官というとさらになんかしょ,しょぼいというかあの全然聞いたこともない、ねえー、感じに聞こえるかもしれませんが、が、がですよ。 この事務方の官房副長官というのは官僚機構のトップですからね事務方の官房副長官って何かというと各省庁の事務次官がいますでしょ防衛事務次官とか外務事務次官とかいろいろ事務次官事務次官というのは各省庁のトップじゃないですかその全ての事務次官を束ねるのが事務方の官房副長官ですよ。ということは事務方の官房副長官というのは名前はしょぼいですけど 官僚機構のトップでですすすからすごいんですよしかも今でこそほら民主党がね事務次官会議っていうのをやめちゃいましたからあのちょっと事務次官会議自体があの弱くなっちゃいましたけどももともとですね あの事務次官会議というのは事務方の官房副長官が議長を務めて全あの事務次官が着席するんですよこれあの事務次官会議というんですけども事務次官会議で満場一致で承認されたものだけが閣議,閣議にかけられるんですよ。ということはどういうことかといったらあの事務方の官房副長官がえこれちょっと閣議決定ダメっしょって言ったら却下されちゃうわけです。 要するにです、ね、閣議決定の拒否権を持っているのが事務方の官房副長官なんですよだから、名前はしょぼいですけどすっごい権力者なんですも,うもしかしたら権力の幅が違うんですけども総理と事務方の官房副長官とどっちが政治権力があるかというねあの国連の、ね、ほら中国みたいな感じ国はしょぼいくせに。 あの名前もしょぼいくせにあ名前だけ一流なのか <laughs> あの拒否権を持っているという、ね、えすごいわけですよそれだけのです、ね、強大な権力を持った人なんですねだから当時の自負方の官房副長官の証人喚問ですからね、うん、これはですね来ましたよだからこの、ね、官房副長官というのはなめちゃいかんです、まあ、ところが、ねえー、それだけ事務次官会議というのは拒否権を持っていたんですよ。ところが あのえー、っとでだからもうありとあらゆる人事権から何から強大な権力を持っているわけなんですけども、えー、っと民主党政権に官邸主導、えー、政治主導ということをやっちゃって事務次官会議を解散しちゃったのそしたらどうなったかといったらバラバラになっちゃったんですよ。 あの各省庁の連絡がバラバラになっちゃってそれでやばいやばいと言って慌ててえ各省庁連絡会議というのを開いてですねえかつてのような拒否権はなくなりましたけれども事務次官が集まる会議がえと一応、再考されたわけですでそれでみまた政権交代になって自民党政権に戻りましたけれどもまあ自民党政権は民主党時代のを引き継いでますからかつてのようなその閣議に対して拒否権を持つような官房事務方の官房副長官ではなくなりましたけれどもまあそれでもです、ね ですねあのー、各、えー、事務次官を束ねる役割を持っているのがこの事務方の官房副長官。はい、ということで、まあえーっとえー、そういう、ね、すごいもうあ,のあまり日の目に当たらないんだけども強烈な政治権限を持っている役割の人がいてそれが事務方の官房副長官だということをちょっと覚えておいてください。えー、それでではは本文読んでいきます石原氏は 談話作成にあたり事務関係を明らかにするため関係省庁に資料調査を要請したが女性たちを強制的に慰安婦に従事させるという種の文書は発見できなかったと説明米国の図書館まで行ったが女性たちを強制的に集めたことを客観的に裏付けるデータは見つからなかったとも語った。 韓国側の強い要求で行われた元慰安婦16人の聞き取り調査については事実関係の裏付け調査は行われていない。さらに談話作成の過程で韓国側とすり合わせをしたことに関しこの種のものをまとめる段階で何らかの事務的なすり合わせはあったのかもしれない。作成過程で意見のすり合わせは当然行われたと推定されると指摘した。 すごい奥歯に物の挟まったような言い方ですけども河野談話に対しては,慰安,婦の募集はあ慰安婦募集の過程で関係や軍が関わった可能性があるという表現になっていると述べ日本政府や日本軍の直接的な指示で慰安婦を募集したことを認めたわけではないと強調した。 元々、そうもともとこの、ねあのー、河野談話というのは、まあ、いわゆる、ね、あのいわあの従軍慰安婦これに政府が関与したかのような誤解を与えるような文言になっているわけですよ。それも政府が関与したという決定的な証拠が、ねえー、あるのかと思いきや あの産経新聞のスクープで分かったんですけどもその根拠とされている、えー、聞,き聞き取り調査が出てきたわけですよねそしたら全然根拠にならないような中身で矛盾だらけでスカスカでおかしかったわけですよそれで今回の問題に発展したわけですね、えー、そしたらあの結局、この談話がなんかさも政府が日本政府が強制的に、ね、女性を連れ去ったかのような週に読める文言になっているんですけどもその根拠はなかったということが分かる。つまままり韓国がそそれを強く要求してきたら、まあまあうういう文言 にしとけばまあ収まるだろうみたたいにえ思ったわけですよねそれが通用しないのが韓国なんだから韓国が言われる間にお願いこれだけは飲んでくれないかって言ってそれを認めてあげたら今度、それを逆手にとって日本を攻めてくるというねそういうことが韓国がこれまでやってきていることなんですからだから。 あのえー、まあこの問題はですね、えー、本当に根拠があったならともかくなかったということが分かったわけですよじゃあ、この談話の根拠ないんだからもう談話やめようぜという話なんですね、えー、で、まあ、えー、この段階ではまあ石原元官房副長官の話の段階ですけどここからですね、えー、っとじゃあこ、これから調査委員会を立ち上げて本当に強制連行があったのかないのかもう一回。 えー、調査しようぜという話になってますこれから来ますよその調査委員会でね徹底的に調べてやっぱりね根拠ありませんでしたって改めて確認すればこれは日本からしたらですね、まあ、韓国に対して非常に強い政治的カードを持つことになりますからねチャンネル登録もよろしくお願いします